リンゴルフをご視聴の皆さん、ハラミンです。はい、カメラマンの山ちゃんです。兵庫県にあります釣り屋カントリークラブにやってきてます。イエーイ。釣り屋ゴルフのね、社員さんなんですよね。はい、そうなんです。実はそのハラミアカウントっていうのがあって、まあ、すごいちょっと気になってて。はい、ちょっとありがとうございます。であとゲームを恒例のやってるんですけど、15マス60ポイント以上で天ギフをプレゼントしてます。3000分です。釣り屋ゴルフのレディースがちょっとあの距離短くなったんで、女性の方に優しくなったんだ。はい、なったので、私も今日はあの変わってから初めてなので、うんうんうん、ちょっと緊張するんですけど頑張っていきます。お願いします。お願いします。何すかそれ。え、これですか。ちょっとカラスに狙われる。これ何だと思いますか。食べ物。ちょっと待って、わかりますかこれ。おにぎり。皮ぐらいでかいんだけど。おにぎり、いつも私がも、まあ、ラウンドとかで、まあ、朝食べたり、あのちょっとあのお腹空いた時に食べるおにぎりなんですけど。やばくない？え、そうですか。4杯ぐらいあるんだけど。いや、マジで。あ、でも手より大きいですね、確かに。グーより。うん、それ自分で握れるぐらいの大きさじゃない。握ってはないですね。うん、握ってはないよ、ね。あの重ねてこう作ってる。何が入ってるんですか。今日はスパム。ああ、スパム2枚。こんぐらいの分厚いやつ。いただきます。じゃあ、うん、レタスとスパムと卵。うんうん、うん、うん、美味しい。でもさ、いきなりその大きささ出したらさ、みんなびっくりしない？みんなびっくりされるんですけど、うん、私学生の時からこれなんで。あー、なるほどね。部活やってた時からこれなんで、ちょっとあんまりそんな自分の中で普通なんかあんまりちっちゃいおにぎりってお腹たまらないじゃないですか。まあ、結局さ、2個とか食べるよね。そうなんですよ。まあ、一緒は一緒だよね。一緒です、うん、確かに一緒は一緒だ。学生時代の方が今よりも食べてますね、多分。聞きます、何を。学生時代の、うん、あの高校生の時、うん、私タッパーでお弁当持って行ってたんですけど、うんうんうん、タッパーに、まあ、毎日違うんですけど、おかずご飯の時もあれば、たまにパスタを全部に詰めていってる時があって、タッパーに。でそれを結構こんぐらいの幅の大きさ、こんなこんぐらいのタッパーに詰めていってたんですけど、それでも足りなくて、うん、その後にパン買いに行ってたんですけど、パン5個ぐらい買いに行ってました。食費かかるんだけど。はい、ハラミン、そしたら後半は7、8、9ホールになるんですが、はい、1回ここまでのミッションゲームのどうですかね。で、まあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 12、あと3ですか。あと3、クラブ紹介、この後やってもらって質問回答もやるから、あと1いけるか、あと1いけるかって感じですね。あと1お願いします。ってことで、じゃあクラブ紹介お願いします。はい、はい、クラブ紹介します。クラブは、今日はアクセル GF 持ってきました。あ、釣り屋さんの自社製品ですね。そうです、うん、テーラーメイドさんと同じ、うんうん、カーボンフェイスなんですよ。すごくないですか。これ全部自社で作ってるんですよ。すごい最先端。まあ、クラブは自社は分かる、カーボンフェイスも作れるんだ。あ、そうなんですよ。本当にもう5年ぐらいかけて開発したものなんで。どっちかっていうと、やっぱ簡単なクラブになるのかな、この。
そうですね、アベレージゴルファー向けの。あ、そっち側にね。そうですね、で結構やっぱりカーボンフェイスって飛ぶんですよね、うん、あ、そう、はい、めちゃくちゃ当たりも良くなりましたね、うん、一応メンズでドライバー入れてるんですけど、うん、シャフトは？シャフトはバンキッシュの、おお、アルシャフト、はいはい、あ、思い出した、これね、一回ね、ミンゴルフでもやらさせてもらった山本真央ちゃんで、あの相模原店にお邪魔して、はい、であの時ピンとかステルスとか打たさせてもらったんだけど、確かにやってた、そう、その時にそう言ってた、カーボンって言ってたそうなんですよ、飛んだ飛んだ、これね、すごい飛んだ、これめちゃくちゃ飛びますよね、そう、飛んだ、やっぱカーボンいいんですよね、あ、で、メンズ使ってんのね、はい、ドライバーはメンズ、で、ちょっと、私はその他レディース、あ、レディースを出してるんだ、はい、3本って良かったよね、あの最初の方にさ、打ったやつさ、いい当たりで、これめっちゃいい当たりでした、ツルヤのフェアウェイウッド、うん、基本的に全部球が上がるような感じのクラブになってるんで、あ、まあでも確かにね、フェアウェイウッドが上がらないっていう人がまずアベレージゴルファーが一番多いから、いや本当にそうなんですよ、私も本当フェアウェイウッド苦手で球が全然上がらないんですけど、これだと結構上がります、ちゃんと、さっきも結構ナイスショットしたと思うんですけど、あれもこのウッドです、うんうんうん、ユーティティもね、はい、はいはい、でアイアンはあれも飛ぶって感じのクラブだな、これ飛び系の合ってる合ってる、はい、まあ飛距離欲しい方、うん、いいかもしれないですね、パターンも、あ、これもこれもです、はい、ちょっと汚れちゃってるんですけど、うんうん、これメイドインジャパンっていうのが、こういうと見えますか？フェースすごいね、これフェースさ、なんだっけ、これこうそういう風にした方がすごい本当に平らなんだよね、あ、そうなんですよ、このデザイン、こういうのこれ安定します、ここが結構重量あるんで、あれだよね、釣れやすって、アクセル以外にもゴールデンプリックスっていうシリーズもあるよね、あります、あります、ゴールデンプリックスとワンサイダー、ね、あと女性だったらクインシーですね、うん、よしよし、うとうと頑張る、ありがとうございます、ありがとうございます、クリア寒い、ここは、パー4247、パー4247ですよ、パー4は全部いいね、すごくないですか、247って、うん、おお、え、めっちゃ飛ぶじゃんいい、え、めっちゃいいところおお、わかりました、こっちカートコロコロしちゃったよ、おお、カートコロコロしてやった、奇跡のミッションゲームレアがレア獲得するね、寒い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 、ここさ有馬温泉近いんだよね、近いですよ、結構入りたいもん寒い私も入りたいです、そう、本当はもうこっからめちゃめちゃ近いよね、本当30分とかかかんないんじゃない、あ、もう全然多分ね、はい、車だったらすぐですね、ほら下ね、コロ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 したんコロコロしてコロコロしたもう、あの、もう、あの、コロコロした後じゃなくても、まあ、コロコロしたけど、あんま距離的には稼げてないけど、そうですね、コロコロした、ちょっとここは乗せたい、え、これあれピン手前ですか、もしかして、だからそっちじゃない、そっちじゃない、まあでもいいじゃないですか、下りすごいから、速いから危ないかも、いきます、あー、ちょっとやりすぎた、やりすぎやりすぎ、難しい傾斜、これ一発で入れたい、嘘、うん、OK ですありがとうございます、なかなかパーが取れません、なかなか取れません、大丈夫です、最終ホールです、最終ホールです、ま、いや結構最終ホールで、はい、バーディーとかチップインとかの子が多い、え、
ちょっと期待させないでくださいよ期待させないでくださいよ。最低パー、パーは行こう。最低最低パー、最低パーは行こうまたボギーですもん、うん、質問募集して、うん、はい、2個かな来たのは。はい、2個ですね、うん、じゃあどっちから行きましょうか。読んでもらって回答お願いします。はい、家族構成教えてください。家族構成家族構成ですか、ま、興味あります興味ありますかこれ、ま、お兄ちゃんなんでそう思ったんですか。なんでなんか変だから変だからひどい。何人兄弟ですか。一人っ子です一人っ子なんです。だと思ったよ。いやいやいや、お兄ちゃんって言われてたね。血液型は大型です。あー、やっぱりやっぱりやっぱりって何ですか。なんか変だからそれ大型の人に失礼じゃないですか一人っ子大型って結構いますよ多分すいませんひどい、はい、はい、なんで、はい、一人っ子です、はい、で、もう一つがゴルフを始めたきっかけはっていうことなんですけど、ゴルフ始めたきっかけは両親がもともとゴルフしてて、うん、で私も小さい頃から、まあ、両親のラウンドについて行ったりとかして、うんうんうん、まあ、その時は、まあ、ちょこちょこ、まあ、回りながらとかもあったり、あとは、まあ、小学校の時に1年間だけ、まあ、ちょっと習ってたことがあって、でそこで、まあ、ゴルフに初めて触れて、まあ、そこからは、まあ、次がもう大学なんですけど、まあ、元々やってたっていうのもあって、まあ、大学では何かスポーツに取り組みたいなと思って、まあ、本格的に大学からゴルフ始めましたね、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でもきっかけと確かに聞き忘れちゃったから、はい、確かに、まあ、助かった。ナイス質問です。ありがとうございます。ハラミンのフォロワーさん、ありがとうございます。ゴルフ大好きなんで一人っ子の大方でしたそこですかそっちですかまさかの始めたきっかけではなく両方だよ、両方。はい、じゃあ行きましょう。行きます、もうバンバン行きます。はい、パー4291ヤード。はい、ピンは見えるけど、そうですね、左ドッグ、若干ドッグレックっぽい感じの、ね、うん、ここは左を狙って。お、いいよ。お、いいんじゃない。ナイス、やった。いい、ちょっとさっきので掴んだかもしれないです。あ、かじかんで手が動かなかったピースするのも大変ですね、うん、うん、ちょっと弱いか。あ、でも乗った。まあ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 、ナイスナイス乗ってなかったです、うん、これは頑張らないと。ちょっと弱いかな。弱い。ああ、おお、すごいな。どこまで行く。おお、出ちゃうか。え、おお嘘でしょ。本当です。嘘でしょえ、それでも弱い、もしかして。いや、今度、あ、そっちに。でも止まってよかったね。止まった、絶妙だねナイスです。ありがとうございます。またボギーはい、ハラミン、最後のホールですね。はい、最後のホールになります。ここでパー取りたいです。パー5はでもしっかり距離はある。そうですね、457の、まあ、右ドッグなんですけど、ちょっと池あるんで。そうですね、まあ、あのちっちゃい木より若干右狙いぐらいで行きたいと思います。はい、あ、いい感じ。あ、超えてるかもしれないです。うん、ちょっと暗くて行かないと分かんないけど。そうだった、はい、
暗くて、でも狙いはあそこでした。あ、そうなんだ、はい、よかった。おお。あ、なんかしかもそっからだと狙えそうだね。意外と、意外とですね、うん、右に行かないように祈っておいてください。分かった。行きます。どこ行った？あー、まっすぐだ、右にちょっと出たけどまっすぐって感じ。あ、そうなんです、ね、これもちょっと行ってみないと分かんない。ちょっと私全く見えないです、ボールが。あ、大丈夫だと思う。あ、大丈夫ですか、うんうん、目が悪い上に暗いんで全然ボールが見えないっていう今日初めてのユーティリティでした結構ラフだとウッド打てないんで、ユーティリティで距離稼いで打ちます。違う、そっちじゃないちょっとナイスワンペース、まあ、だよね、赤赤、ね、です。こっち、うん、こっち行っちゃってると思うから、はい、じゃあ、まあ、ちょっと諦めよう。赤でしょうがない、ここで。え、はい、スーパーショットだ、スーパーショットどこ、あ、もう超えたと思う。これめちゃくちゃ難しいじゃないですか、上からの。いきます。おー、早っ、あそこからあんな早く来る。おお、でもでもでも、最後決めてください。いきます。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと最後何も全然目が、うん、ちょっと日没との戦いでちょっとスピードゴルフ感があったね。そうですねはい、じゃあ、はい、ハラミン今日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと最後日没との戦いでしたが、そうですね、無事にホールアウトできてよかったですよかったです本日はハーフ51でしたちょっと最後ぐだってしまって、うん、もういろいろ大変な、大変だったんですけど、うん、まあちょっとあのこのゲームの結果、なんと15マス、うん、達成しました。60ポイントです。おめでとうございます。やったー、まあ、ってことでハムギフはプレゼントです。ありがとうございます、本当に今回は、私にお声掛けいただいてもうすごい嬉しかったのと、まあ、こうやって一人でなかなかプレイすることもないので、まあ、撮影もそうですし、なかなか新鮮なラウンドでした。確かにそうだよね、鶴ヶ谷ゴルフのチャンネルでもこう、はい、ラウンド動画じゃないから。そうです ね、確かに確かに、まあ、レッスンだったり、うん、まあ、いろいろなんで、まあ、ぜひねこれをきっかけに鶴ヶ谷ゴルフのお店にも行ってもらいたいし、はい、まあ、あとまあ YouTube とか、あとまあハラミンのインスタね、ぜひせっかくだからねちょっと、はい、見て、まあ、フォローとかしてもらえたら嬉しいなっていう。いや、もう本当に、はい、頑張ります。はい、じゃあそんな感じで今回の動画は、はい、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。寒そうだね。寒いっぴ。寒そうだね。寒いっぴ。凍えてる、凍えてる、あ、震えてる、震えてるやばいやばいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。